こんにちは、ウーファード岸本です。ご機嫌いかがでしょうか。今日はですね、FX3 のバージョン4になってですね、新たにソニー純正のこのモニター&コントロールっていうアプリが出ましたので、まあそれの使い勝手と、それからブラックマジックカメラっていうですね、iPhone のアプリが出ました。まあいろいろ試してみて忙しいんですけども、今日はその2つを、まあちょっと使った感想などを述べてみたいと思います。以前からですね、こういうまあスマートフォンをモニターにするモニタープラスっていうアプリでやってたんですけどね、これ有料のアプリで、まあ無料版もあるんですけども、まあ有料で使ってました。で、それはこう Android と iPhone に対応していて、まあどちらでも使えるんですけれども、ソニーの今までの純正のものよりは、まあはるかに使い勝手が良かったわけです。ところがですよ、今度、満を持してですね、バージョン4になって、Android でも iPhone でも使えるこのモニター&コントロールというですね、ソニーのアプリが出てきました。これ先週?今週?まあ、直近に出てきました。それでですね、一応インストールして試してみたんですけども、使い勝手はまあまあいいです。で、どこがいいかっていうとですね、ワイヤレスでもちろんつながるんですけれども、一回つながると継続して使いやすいということですね。で、モニタープラスの場合はですね、まあ、収録途中でですね、カメラの電源を落としたいことありますよね。それで、再度電源を入れ直した時に、結構、モニタープラスの場合は時間がかかることがありました。で、ソニーのやつはどうかというと、もともと接続にはちょっとだけ時間かかるんですよ。ちょっとやってみましょう。これ一回オフにしますよね。こっちもオフにします。それでカメラ電源入れますよね。でカメラ、まあ電源はすぐ入ってすぐモニターに出てきますが、こちらですね、立ち上げて接続っていうのが出てくるんですけど、これを押してから Bluetooth、Wi-Fi、カメラの状態確認っていうこの3つの工程があります。でこの3つの工程がどれぐらい時間かかるかなと思った先ほどストップウォッチで画面が出るまでの時間を測ってみたらですね、11.5 秒かかりました。この 11.5 秒が割と微妙なんですけども、まあ、しっかりと確実につながるということで言えば、まあ、待てる時間ギリギリかなという気がします。ドキュメンタリーとかの撮影だとね、ちょっとこの11秒って長すぎないっていうことになると思うんですけどね。これがサクッと2、3秒で繋がればね、言うことがないんですけども、まあ今のところ 11.5 秒ぐらいかかると。これ iPhone でも、Android でも使えるんですけども、どちらにしてもですね、同じぐらいの時間かかります。iPhone の方が一応なんか確認のウィンドウが出たりして、多少それによって時間がかかる可能性があります。で、Android の方で今日はちょっと説明しますけども、主にはですね、このベーシックコントロールという画面と、それからもう一個フォーカスコントロールという画面の2つに分かれています。で、フォーカスの方は、まあ、文字通りフォーカスが、今ここにですね、これはウェブモニターを出しているので、ちょっと見づらいんですけども、ウェブモニターはちっちゃくもできるんですね、これに。この画面を大きくしようと思うと、まあ、ここですね。で、細かい設定をしようと思うと、画面を小さくするとメニューが出てきます。それで、例えば、トラッキング AF というのを今オンにしてますので、まあ、画面を大きくして分かりやすくすると、まあ、こういうふうに、フォーカスを持ってきたいところをクリックすると、まあ、カメラと同じように、カメラのモニターと同じように、フォーカスが来ると。これ便利ですよね。それで、ちょっと画面を、モニターの AF を今度オフにすると、こちら側で、マニュアルのコントロールができます。これだから大きく、だからフォーカスをずらしたいとかいうことがもしあればですね、遠隔でできるということですね。なかなかいいんじゃないですかね。はい。で、もう一個の方、ベーシックコントロールは、そのフォーカス以外のところですね。フォーカス以外のコントロールが一応すべてできます。ホワイトバランス、EV、アイリス、ISO、シャッタースピード、まあ、ズームはこれ電子ズーム使った場合ですね。それから、あとシューティングルック、これはログとか、ピクチャープロファイルとかをここから設定ができます。それから、レックフォーマットもここから設定できますね。フレームレートなんかの設定もできますし、
100メガ、200メガの設定ですね。それから他のセッティングはちょっと細かくなるんですけども、カメラとの切断が起きました。どういうことでしょうね、これ。こういうことがたまにあるんですよね。もう一回接続します。そうすると、まあ、11秒ぐらいかかるわけです。なんで今切れたんですかね。なんかまだ、出来たてのアプリなんで、こういうことが一応あるっていうことが今分かったので良かったですよね。フォーカスが合ってないので、ちょっとフォーカスをオートにして、フォーカスをオートにしてやってみますね。フォーカスをオートにしてここに持ってくると。はい。それで、ベーシックコントロールの今説明をしてましたので、ベーシックコントロールの今、アザーセッティングっていうところで、ディスプレイスピードプロパティ、フレキシブルエクスプレスモード、D レンジオプティマイザー。私は今、レベル3っていうのにしてますけども、あとは、これは何でしたっけ？フォーカスのエリアですね。今、マルチにしてます。それから、AE ロックをするかどうか。それから、オプティカルズームを使うかどうか。ここから設定ができます。ですから、カメラのメニュー設定がほぼここからできるということでいいんじゃないでしょうかね。慣れた設定は、こちらからももちろん使えますので、まあ、どちらからやってもいいと。いうことで、まあ、こっちからやりやすい設定も中にはあるかと思うので、まあ、モニターからやりたい部分はモニターであると。で、モニターも、一応ですね、最大は、ここまでか。ちっちゃくすると、このメニューのところの内側にモニターが来ますけども、大きくすると、このメニューの上、下側に、画面が出てきます、カメラのモニターを見ているよりも、まあ、少し大きくなるのでフォーカスのチェックなんかはこれで楽になるんじゃないでしょうかね、でいいなと思ったのは、一応ここにSD カードの残量、それからバッテリー残量、それからファイルの番号ですね、ここに出てきます。でこっちにはファイルの番号はね、実は出てこないんですよね、カメラのモニターには。だからそういう部分を補うのにもいいんじゃないかなというふうには思いました。で、レックはもちろん、こういう形で、すぐ反応するので、慣れれば結構使えるんじゃないかなというふうには思います。ただ、この、ベーシックコントロールというところと、それからフォーカスコントロールというところが、メニューが分かれているということで、まあ、ちょっとアイリスを調整しながらも、フォーカスを調整したいとかいうですね、そういう複雑なことをやるときは、まあ、ちょっとカメラの方の調整と、このモニターの方の調整をやった方がいいのかもしれないです。ちょっとやっぱ1画面の中に全部の、項目を入れるっていうのは難しかったんでしょうね。で、こちらではですね、このベーシックコントロールの方にしちゃうと、フォーカス設定がこうできない。タッチフォーカスが来ない。だから、フォーカスはフォーカスで、こういうふうに、フォーカスコントロールの方でやらないといけないというところが若干、まあ弱点かもしれないですね。モニタープラスは同じ画面からできました。ただ、モニタープラスも先ほどのように、ちょっとケーブルレスで、ワイヤレスでやった場合は、電波が外れてしまうことがあって、その時に立ち上げると何かエラーが出てなかなか繋がらないとかですね、いうことがあったので、私は USB で繋いでたんですけれども、今回のこのアプリは、まあ、基本的に、ワイヤレスで接続という形になっています。だから、フォーカスが決まれば、ベーシックの方にやって、あとは例えば、明るすぎたら ISO を途中で ISO をいじるっていうのが一応できるんですよね。例えばずっと ISO を下げて暗くしたいとかですね、そういうことができます。はい、これがまあ FX3 とかに対応したモニター&コントロールというアプリです。はい、それから昨日、おとといかな。なんか iPhone の15が発表される前の日にですね、ブラックマジックが、このアプリ、ブラックマジックカメラという無料の、ですね、ビデオカメラアプリを発表しました。びっくりですよね。で、これはですね、標準のカメラアプリよりも、よりマニュアル操作がしやすいというようなアプリになってます。すべての設定が一応、ほぼ右側のメニューからできます。
で、使ってみて一つ思ったのがですね、一応のレンズ交換がここなんですよね。左なんですね。こうやって標準で撮っていて広角にしたいなと思うとき、まあ右手で持ってたらちょっと左まで手が届かんやないかということがあります。これ広角にしたらこんな感じです。で、広角にした状態でも一応ズームが、ここで使えるようになってます。こんな感じで、こうやって使えます。まあ、ただこれあまりズームしすぎると画質が荒れていくので、ある程度レンズを選んだ上で、まあ自分の撮りたい画角に持っていくと。いう時にやっぱりこのレンズの交換がここからなんですよね。それがちょっとなんとなくやりにくいかなというふうに使ってみて思いました。あとはですね、大体とても良いと思います。例えば手ブレ補正はフィルミックプロのように3段階あるんですけども、そのエクストリームっていうのにしてもですね、反応がですねいいんですよ。ピッとこう始まると。で、フィルミックプロの場合はですね、なぜかこの手ブレ補正を強くすると、このレックの反応がですね、めちゃ鈍くなるというですね、そういう弱点がありました。これはすごくいい部分です。で、強機能でいろいろ撮ってみたんですけど、マニュアル操作がしやすいので、割と自分が思い描いている絵を作りやすいというのがありますね。なので、基本的には、このブラックマジックが、この iPhone を使って映画撮りたい人のためにこんなん作りましたよ、みたいな感じのアプリに仕上がってます。ただですね、一つ言えることは、きちっとマニュアル操作は使えますけども、標準アプリのようにシネマティックモードみたいな、フェイクのですね、被写界深度浅いよみたいなことはできないんですよ。だからあくまでも、標準的なレンズを使った上できちっと撮るためのアプリということになってます。なので、これはもともとiPhone のちっちゃいレンズで、深度、浅くなんていうのはちょっとほとんど不可能だと思うんですね。で、それを、標準のアプリの方はシネマティックモードかな?シネマモードかな?で、フェイクっていうか、まあ、頑張ってソフトウェア上でバックをぼかしてるという機能がついてるんですけど、それはあえてこれにはつけてないということですね。はい。で、撮ったものは、こんな感じで、こっから、再生もできるし、撮った、ずっとここにアーカイブが溜まっていきます。で、一ついいなと思ったのは、例えばですけど、こうやって見るとですね、インフォメーションのところを押すと、メタデータがここに表示されます。で、プロレスで撮ってて、どういう絞りで撮ったかとかいうのがですね、全部残ります。これはいいかなというふうに思います。iPhone15 の発売日の前の日にこれが出てきたっていうことの理由なんですけどね。これ今僕使ってるのは iPhone13 Pro Max なんですけども、なぜそこで出してきたかというと、iPhone13 になってからですね、プロレスが撮れるようになったんですよ。ところがですよ、プロレスを撮って、今度そのファイルをですね、編集するパソコンに送ろうとすると、すっごいこのライトニングでは時間がかかるんです。例えば50ギガぐらい撮るとですね、まあプロレスで50ギガって言ったら本当にもうあっちゅうまで50ギガぐらいいっちゃうんですけども、それをライトニングで送ると大体まあ30分とか普通にかかるんですよね。なので、普通仕事で撮ったファイルっていうのはもう何百ギガとかになるわけですけど、それを今度いざ編集するときには夜帰ってきてさあ転送しましょうと思ったらもう次の日になってしまいますから、まあそういう意味でも全然この iPhone13 を使えなかったんですよ。で、僕も、今度やっと、ここが、USB-C ポートになってですね、まあ、これ買い替えるしかないかなと思って、まあ、プロレスで撮るっていうのが、まあ、たまにあるわけですよね。で、どういう時に撮るかというと、全部機材しまいました。けれども、何か撮りたいものがまだ残ってました。で、しかも時間があんまりないっていう時には、もうこれなんですよね。これをパッと取り出して、撮ると。いうことになるんですけど、その時 H264 でいいかというと、やっぱりプロレスで撮っといた方が後々の、編集に耐えうるので、プロレスで撮りたいんですけども、そこでたくさん撮っちゃうと、後で転送が大変なことになるということで、ここは USB-C ポートになって、できれば USB4 かな?サンダーボルトになったらいいなと思ってたんですけど、今回は残念ながら USB3 ですよね。プロの MAX でも USB3 になって、3.1 かな?
転送速度はまあそこそこですけども、今までよりは20倍ぐらい速くなるということで、多分50ギガぐらいを送ってもですね、まあ2、3分で終わるんじゃないかなというふうに思っています。で、昨日か一昨日だったかな、アップルの売り出しがありましたね。夜9時から、日本時間の夜9時からあったんですけど、まあそれで事前申し込みもしてたんですけど、なんか全然繋がらなくてですね、25分ぐらい待ってやっと繋がって、変えたと思ったら、なんかもうすでに納期がですね、10月3日以降みたいになっててですね。で、これ色によってはですね、在庫あったのもあるようなんですけど、僕はやっぱり業務で使うので、なるべく暗い色の方がいいかなと思って黒を選んだんですね。なので、ちょっと在庫がないようで、入ってくるのは10月3日以降ということになりました。なので、それが来たら、やっとこのプロレースで結構ザブザブ撮ってもですね、いけるかなというふうに思っています。なので今これ13でプロレスであんまりたくさん撮ると後々大変なことになるっていうのを頭の片隅 に置きながら撮ってるので、無駄なカットはあんまり撮らないようにしてるんですけど、はい。まあそんな感じで、使ってますが、このブラックマジックカメラっていうのはね、なかなかこれ本当にマニュアルできちっと撮りたい人にはとてもいいソフト、アプリだと思いますし、中学生高校生でも iPhone 持ってる方たくさんいらっしゃると思うんですけど、そういう人が今後きちっと、まあ、カメラとしてですね、iPhone を使い出すということになることによってですね、いろんな映像作品がさらに出てくるんじゃないかなというふうに期待しております。はい、ということで、まあまだ本格的には使い込んでないですけども、特に iPhone15 が手に入ったら、そういう形で使っていきたいと思います。今日のお話参考になったなと思う方はぜひグッドボタン、私はですね、美術の記録映像の制作というのをしておりましてですね、ここではそこで使う道具なんかを紹介したりですね、今日のようにちょっとテストをしたり、しておりますので、今後も見てもいいよっていう方はぜひチャンネル登録してご覧いただければと思います。はい、京都はまだまだ夏です熱中症には気をつけて、まあこれ全国的にそうなのかもしれませんけど、まあ朝晩涼しくちょっとなりかけたかなと思ったら全然繰り返してきて、ここのところもう本当に真夏のような暑さが続いているので、体調管理には十分気をつけてですね、また次週元気にお会いしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた、さよなら。